この行事を私の集大成にしたいんで。なるほど、生徒会長は結城せつなさんだったんですね。悪気はなかったんです。ですからどうかこのことは内密に。私たちからもお願いします。安心してください、誰にも言うつもりはないですよ。ありがとうございます。私頑張ってやりきりますから。招待？もしかして生徒会長？はい。やば！すみません、理由はどうあれ特別扱いはできないんです。